ジャンパーはスティーブン・グールドによる小説である。日本ではジャンパー飛ぶ少年の代で刊行された後、映画化に合わせてジャンパーの代で刊行され直した。日本語訳は君手成功、早川書房官。テレポーテーション能力を持つ17歳の少年を主人公としたサイエンスフィクション。スティーブン・グールドによる初めての長編小説で1992年に、 発表された。ローカス少女長編部門2位になるなど高い評価を得た。2004年には続編リフレックスが発表された。2008年には映画化された。この映画ジャンパーは小説ジャンパーとの共通点が序盤に少し見られるのみで全く違う物語に脚色されている。なお映画化に合わせて小説 ジャンパー・グリフィンの物語が2007年にスティーブン・グールド自身によって発表された。これは映画のみの登場人物であるグリフィンを主人公にした映画の前日短である。この小説は小説ジャンパー及びリフレックスとは別の世界の物語となっている。普通の高校生であるデイビッドは読書好きの目立たない青年だった。しかしある出来事をきっかけに彼は 自分が特殊な能力を持っていることを知る。この能力こそ空間を瞬時に移動することができるジャンプと呼ばれるものだった。その後彼はアルコール依存症の父がいる家を出てニューヨークに向かう。ニューヨークにやってきたデイビッドは自分が持つ能力を活かしてカズとジャンパーとしての生活を歩み始めた。ある日デイビッドがブロードウェイでミュージカルを鑑賞していた時、 ミリーという大学生と出会い恋に落ちてしまう。しかし、背後に恐るべき敵が忍び寄っていることをデイビッドは知る良しもなかったのである。大人になったデイビッドは謎の組織に捕まってしまう。捕らわれのみとなった夫、デイビッドを救い出すため、妻が立ち上がる。グリフィンはイギリス人の普通の少年である。彼は5歳の時から空間を瞬時に移動することができる。 ジャンプと呼ばれる能力を発揮していた。ジャンパーの抹殺を企む組織から逃れるために、彼は両親と共に各地を転々とした末に、アメリカへ移住する。だが、組織の手から逃れられることはできず、グリフィンはジャンプをすることで、別の場所に逃亡し、新しい生活を送ることとなる。しかし、そんな彼の背後にも敵が忍び寄りつつあった。ありがとうございます。